の5人はですね、はい、あのどこ行ってきたの？ラクアキせんべいを食べました。あーいいね、お祭り鉄板ですね。あの赤木だうん、あ、持ってるね、女の子ね。そう、赤木だうんって書こうとしたんですけど、うん、ちょっと時間ないからって言われて全部抜けて、色とりどりのやってきたけど、ありましたね。あとなんかいろんな体験とかもね、さっきちょっと見たけど、風船持ってる人とかいるけど ね、 ね、さっき取れるのかな、通りかかったね、うん、男の子がね、早速風船割ってましたバーンって言ってね、そうだよね。そう、まあ、いろんなものがね、あるので、この後も私たち見ていきたいなって思うので、はい、皆さんも楽しんでいってください。はい、はい、では早速、ラスト2曲となります、3曲か、はい、となりますが、次の曲はですね、はい、新曲を披露したいと思います。今回の新曲はちょっと違って、立ち位置をくじ引きで決めました、はい、決めました。そう、某アイドルさんがじゃんけんで決めたように私たちくじ引きで決めました。はい、そんなところも注目して聞いてほしいですね。はい、はい、じゃあ言っとく、あれ、そう、どれ、1番を取った子がいたんですけど、その子ちょっと今日お休みなので、代わりに今日は2番の子がセンターを務めたと思います。すいません、2番で頑張ります。それでは新曲で